いただきありがとうございます。今日はですね、見てくださいっていうのはちょっとね、異常が出てます。車にですね、エンジンかけっぱなしなんですけど、見てください。はい、特殊な状態ですね、これがね。はい、システム故障取扱説明書を見てください。で、ついてる警告、ここですね、ハンドル、こちらもハンドル×でびっくりマークがついてます。この映像ですね、もう頻繁に今出てるんですね。で、昨日ちょっとね、ディーラー行って見てもらってきました。で、結果的にはハンドルの交換になりました。このですね、今ついてるこのハンドル交換することになりました。と、説明ですね、聞いてきたのでちょっとお話したいと思います。と、このハンドルですね、静電機能ついてるんですね。握ってるか握ってないかの、判定は静電気。人間の体を通して、通っているこの静電気。これを検知して、ハンドルを握ってる、握ってないを判定しているんですね。で、今出てるこの故障は、結局ハンドル交換になった理由、この静電機能ですね。この握っているのに、握ってないと判定されてるんですね。で、握ってないのに車自体はハンドルが切ったりできるわけですね。だから、コンピューターとしては人が乗ってないと、誰も静電気で電気が流れてない状態なのにハンドルが切れてるということで、このシステム故障という、表示が出てるということで、結果的にこのハンドルを交換することになりました。ハンドルが新品になったということでね、同じような症状出てて、やはりその方もハンドル交換しましたということですね。いろいろ聞いてみると、整備の方に聞いてみると、今まで5、6台同じ、ハンドル交換をしているということです。そんなに頻繁に出ていないもんですから、あと、これ自体が命に関わるような、状況じゃないものですから、リコールという扱いにはならないんですね。システムのアップデートと一緒ですね。先日から来てた、通知が来てたんですけど、昨日ついでにですね、システムのアップデートしてもらってきました。と、以前の話だと、スイッチを押しても、ブレーキペダル踏んでスイッチを押しても、エンジンがかかりづらいということから、アップデートしてもらって、昨日ですね、15分ぐらいで直してもらったんですけど、それもお金はかかんないですね。で、今回のこのハンドルの交換も、一応そのサービス、向こうの、この機能がダメだっていうことで、サービスで交換してくれるということで、1週間ぐらいでハンドルが入ったら、また、連絡してくださるってことで、このハンドル、新しくなります。これですね、リコールの対象じゃないんですけど、結構、頻繁でもないですね。私の担当をしてくれてる方は20人担当してて、3人ぐらい、この症状が出てて、ハンドル交換したということなので、頻繁じゃないんですよね。このようなことで、私の車、今、故障中です。ということで、いろいろですね、三菱アウトランダーあるんですけれど、問題はありますけど、とてもいい車なので、これからも乗っていきたいと思います。では、少しでも参考になりましたら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。また、ハンドルね、交換したら、その動画も撮りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では。